土です。今回は500人切りナンパ師の声かけ大公開ということで、恋愛講師ナンパ講師である私が実際に東京の街に出てナンパしてる様子を公開していきたいと思います。多くの男性からよくこんな質問をもらいます。20代前半の可愛い女と出会いたいんですがどうしたらいいですか？マッチングアプリでは自分と同じぐらいの年齢のおばさんとしかマッチしないんですが、20代の女と出会う方法はありますか？そこそこ可愛いくらいのレベルの女とは知り合えるけど、理想とするパク美女とは出会えません。どうしたらいいですか？男であれば何歳になってもそりゃ20代の可愛い女と出会いたいですよね。気持ちはすごくわかります。もしね、あなたが20代のエロい女と出会いたいなら、はっきり言ってナンパをするしかありません。なぜならナンパはスキルさえあれば自分の年齢とは関係なく街にいる女全員と知り合える可能性があるからです。例えばね、マッチングアプリで30代60代の男が20代前半の可愛い女とマッチして出会うのは、はっきり言ってかなり難易度が高いです。なぜならアプリでは自分の年齢がプロフィールに表示されて、そもそも年齢で足切りされてしまうから。実際アプリにいる20代の可愛い女っていうのは、男から無限にいいねが来てる中で自分のタイプ、しかも自分と年齢が近めの男を選んでデートするわけですね。23歳の女であれば27、8歳ぐらいまでの男を選びますし、25歳の女であれば30歳ぐらいまでの男とデートしようと考えるのがアプリだと一般的です。しかもマッチングアプリは写真が9割なので、若いイケメンにアプリを登録されてしまったら正直そいつらに勝つのは難しいんですよね。これは結婚相談所やお見合いでも一緒。写真、年齢、職業、年収などといったプロフィールだけを見られて、女に合うか合わないかを決められてしまうので非常に難易度が高いんです。でも安心してください。今回の動画を見ることで、あなたはナンパでエロい女と出会う方法を知ることができ、もう明日から20代前半の女と知り合い、セックスをして付き合うことが可能になります。なぜナンパをすると20代のエロい女や美女と出会えるかっていうと、ナンパで声をかけた時点では自分の年齢が相手に伝わることはなく、自分の容姿や振る舞いがイケてさえいればいくらでも女は連絡先を交換するからです。そう、ナンパに年齢は関係ないんですね。しかもナンパでは実物の女を見て声をかけることができるので、アプリと違って女の写真先に会うこともありません。またアプリをやっていない女の層にもナンパではリーチすることができるので、はっきり言って出会える女のレベルが異次元に高くなります。そもそも美女は出会いに困ってないので、アプリなんかはやらない人が多いですからね。そして一番大きいのが、このナンパのスキルを習得する過程で自分の見た目やコミュ力、精神力が鍛えられるということです。ナンパスキルの習得には、全身の清潔感、ファッションセンス、知らない女と自信を持って堂々と話すことができるトーク力、女に好印象を与える表情やボディーランゲージ、街で女にいきなり声をかけることができるビビらないメンタル、全てが揃ってやっとナンパというのは成功するので、男としての能力が爆発的に成長します。ナンパはいい女と出会えるかつ男として劇的に成長できるスキルなんです。なので自分は30代40代以上だけど20代の可愛い女と出会いたい、アプリにはいないようなレベルの高い美女と出会ってエッチがしたいと、そう思っているのであれば、今回の私の実力ナンパ動画はかなり貴重な動画になります。ナンパで私がどのように声をかけて、どのようなフレーズを言って、どのような表情、ボディーランゲージで女と距離を近くし番号をゲットしているのかが、今回の動画を見れば全てわかるようになっているので、ぜひ最後まで見ていってください。お待たせ。今日暑いね。暑いね。今日どこ行こうか。暑いね。っていうのは冗談なんですけど、ちょっとそこら辺でちょっと飲んでて、コーヒー飲んでて、めちゃくちゃタイプだなと思って声かけちゃったんですけど、まああれですか、友達待ってる時とかですか。マジでタイプで、ちょっとこれ声かけなったらやばいなと思って、人生後悔するなと思って声かけたんですけど、はい、ちょっともしよかったら LINE 交換してくれないかなと思って、はい、僕全然 LINE するタイプじゃないんですよ。もう全然もう本当に週7くらいで抑えるんで、ちょっと本当に後悔しかないんで、週 7, 週7くらいで、はい、自撮りを送りつけるんで、はい、僕の自撮りはいらないっす、ね、いらないっすか。今あれっすか、今日休みっすか。いいね。これからどっか行く予定ですか。ああ、そうなんですね。彼氏はいない。OK。ああ、そっか。いいね。いいね、いいね。よくここら辺来ます？来るね。来るね。来ますね。はい。じゃあしょうがないから LINE あげますね、はい、でも別にあれっすよね、その僕マルチとかじゃないんでマルチみたいには見えないっすよね、マルチ勧誘とかねではないんで、さすがにこんな勇気あるマルチ勧誘いないんで、はい、これガチですガチでタイプで、はい、本当にちょっとあそこら辺で飲んでて本当にちょっとマジでタイプだなと思って、はい、本当にその純粋な恋愛
恋愛心恋愛心マルチじゃないですマルチじゃないですマルチじゃないですマジでマルチじゃないですマルチですって言いました今言ってます言ってます言ってますマルチじゃないですこんなマルチいないでしょこんなこんな怪しすぎ怪しすぎるでしょこれマルチだったら誰も契約してくんないよそうそう逆にね方かなとあーいやいや無理無理これじゃあ多分ねもっとあのおとなしい感じでいくよマルチだったらまあマジでタイプではいちょっと待ってね LINE 持ってる LINE ないですあ、ないないですかないです嘘でしょそんなあ、あ、あ、そうなんだそういうタイプね G メールとかじゃあ連絡取ってる G メールとかでないですねあ、違うないんだ、はい、あんま連絡とかあれなんだ LINE 持ってるんですかえ、LINE 持ってますよ日本の人みんな LINE 使ってますよ今韓国の方ですかえ、いや違う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 あ、違うよ、はい、あ、逆に日本の在住ですかあ、LINE ありますよ。あー、びっくりしたびっくりした。ちょっとガチかと思ってた。はい。じゃあ、ちょっと、はい。可愛いっすね。あ、可愛いっすね。可愛いっすね。よし。僕、ゆうきって言うんで、あの、ゆうくんって呼んでください。キモいっすか結構あの、はい、あの幼稚な方なんですね。あ、そうなんです、そうなんです。結構可愛いですよね。はい。ゆきさん、はい、はい。ありがとうございます。はい、また今度、デートしましょう。ラスタ、ライン、はい、わかりました。ありがとうございます。どうも。あ、すいません。あの、怪しいもんなんですけど、あの、ちょっと、今歩いてて、めっちゃタイプだなと思って、話しかけちゃったんですけど、怪しいですよね。めっちゃ。めっちゃ怪しいですよね。すいません。でも本当にタイプで、ちょっといいですか。あのチルチューすか。え？何だ。チルチューすか。休み中。急いでます。これでも。あ、急いでますか。どこ行くんですか。え、どっかリバリに急いでます。でも本当にタイプで。絶対嘘。え、ガチっす。絶対嘘。何だと思います。逆に。え？何だと思います。アムウェイ。アムウェイ。これでアムウェイやります？こんな感じで。この言葉出して不安だった。めっちゃ面白い。でも本当に俳優とかじゃなくて、うん、ガチでタイプで宗教宗教何僕信仰してそうっすかなんか実は肉食えへんとかビーガン的なそれだったらいいじゃないですか今日お休みっすか今日お休みですけど、はい、今日帰らないとダメなんですよどこですか大阪にえ大阪の人大阪大阪弁じゃないっすね福岡です、地元はあ、そうなんですね、はい、ちょっとあったらしんどんやん、ちょっとよかったら LINE 交換してくださいよありがとうございます絶対嫌、はい、なんであ、怪しいから、うん、いやいやいやほんで、またなんか、はい、そんだけ言っといてなんか勧誘勧誘いやいやいや、でも福岡の人に勧誘送ってきたら相当っすよそうそんな僕勧誘じゃないです、ガチでタイプでうん、こんなんで、はい、いやいやいやタイプなんですよ。そんなことあります？はい。僕もあの今から仕事行かないといけないんですけど。散歩ぐらい歩いてまた、ね、すみませんタイプなんです。いやいやいや。やばい。うん。まあそうです。バレました。そう。嘘っす。冗談です。無理。そのさっきの浮気男と充電器。いや絶対ない。絶対ない絶対ない本当に。なぜ言い切る？今度はまたしたいすいませんいやいやいやそんなわけないじゃないですか、はい、ありがとうございます LINE ちょっと本当にそうだってそれでなんか変なアムウェイっぽい LINE 来たら速攻ブロックすればいいんですよ、はい、でなんならもうあの僕の LINE スクショしてもう Twitter でばらまくインスタでもうばらまいてこいつ注意みたいなそうで俺とか撮っといてもうこいつ見かけたらこれ見かけたらもう本当に皆さん気をつけてくださいっつって1万リツイート僕そのリスク背負ってますからね、うん、そんなあのインフルエンサーいや頼んであのいるじゃないですかそれってあの暴く系の人たち確かに何歳ですか僕結構行ってるんですよ36いやいや行き過ぎでしょそれやばいそれやばいっすよやめてください何歳ですか28歳です年下あ本当ですかもういいですか。あ、そうなんですか。まあただの数字なんでね。え、何歳だと思います。
え、年、いやいや、年上っていうから当てたら LINE 交換します。いや、それ結構、あれだな。しかもね、いやいや、びっくりですか、今日誕生日なんですよ。いいっすね、これ運命じゃないですか。全然運命じゃないけど、うん、当てたら LINE 交換します。タンプレ、OK。 3、で俺年上なんだよな。29。違う、全然違う。残念でした。本当は33。あ、そうなんですか。あ、いいっすね、僕年上好きなんで、はい、よかった。じゃあ今日僕の LINE タンプレってことで。え、全然嬉しいいや、喜んでくださいよ。でもはい、僕勇気って言うんで、勇気。はい、じゃあちょっと LINE。 あ、じゃあ私が読み込みますね。あ、いいですよ、いいですよ。まあ、怪しかったら速攻ブロックして拡散。でもほんまに、いや、ほんとっすよ、ほんまに、ほんとっす、ほんとっす。勇気って言います。怪しい、怪しいどうすればいいの、どうすればいいの、どうすればいいの。でもこれ、これ、あの、これ違う、違う、海外旅行で、あの、ポルトガル行った時に撮った写真なんですよ。そうなんですよ。歯白いし、いや、歯白いのいいでしょ、歯白いの許してくださいよね、え、お金かけてますからじゃあ LINE してくださいね。あ、いや、めっちゃ怪しい、バリしてる。じゃあまた、またまたまた LINE しますねはい、お待たせー、お待たせー、こんにちは、こんにちは。いや、暑いっすね今日、はい、熱中症対策バッチリっすね、帽子かぶって、はい、はい、休憩中っすか、休憩中、はい、あ、そうなんですね、っていうのは、まあ、あの、本当の、本当に話し合ったのはちょっと本当にタイプで、森さん、さっき見かけた時に本当にタイプだったんで、これ声かけないと後悔するなと思って焦げちゃったんですけど、どうす、ちょっと怖いですよね、急にね、がっつり来られて怖いですよね、はい、でも全然変な人じゃなくて、うん、僕は今パーソナルトレーナーやってるんですけど、はい、今28歳で、はい、その今仕事の帰りでこれ声かけなかったら後悔するなと思って、本当に綺麗だなと思って声しちゃったんですけど、はい、ちょっとよかったら LINE 交換してほしいなと思って、あ、ありがとうございます。いや、言ってない。え、痛いですか、ダメですか。まあ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 、知り合ったばっかですもんね、ちょ、もうちょいね、ちょっとね、お互いのこと知ってからね、なるほどね、はい、この辺よく来るんですか。結構来ます。うん、いいっすね。買い物とか。買い物です。うん、いいっすね。僕勇気って言います。はい。はい、じゃあちょっと LINE だけ。早いっす。早いっすか。早いっすか。早いね。ちょっと僕の気持ち伝えますね。熱意。本当に、なんだろうな。顔の系統もうドタイプなんですよね、はい、こういうタイプなかなかいないんですよ、あ、都内にこういうタイプ、本当にもうこれはもうかけるしかないなと、さすがに僕普段かけないんですけど、ビビりなんで、これかけなかったらちょっと本当に人生終わるなと思ってそのレベルで本当にこれはもう男を決めるしかないなと、そういうことでしたんで今この状況なんですね、はい、はい、なんでちょっとその勇気、うん、みんな祝いましょう、あの2人で LINE 交換してデートを今度デートして祝いましょう、はい、まあ、もし本当に僕がマルチとかじゃないんで、本当にマルチとかじゃないです、本当にタイプで、僕本当にパーソナルトレーナーなんですけど、はい、
それで、ま、ジムいいですね。あ、いいですか。あ、いいですか。体動かすの好きですか。好きです。あ、いいっすね。はい、でもジムの勧誘とかじゃなくて、はい、本当にマジでタイプだったんで、はい、逆にもうジムにはちょっと、はい、ジムにはもうあの呼ばないんで、ガチなんで呼んじゃうとお客さんになっちゃうんで、はい、なんでも、はい、もしなんかそういう怪しい営業とか来たらもう速攻ブロックしてください、はい、それはもう仕方ない、僕が悪いんでね、うん、絶対送らないんで、はい、そしたら今度デート行きましょうか、はい、水族館とか、水族館いきなり、はい、初回デート水族館で、うん、好きそうだなと思って、うん、お魚さん好きです、魚、はい、でちょっと打ってもらっていいですか、はい、ありがとうございます。いやマジであの毎日送りますね。毎日送るんで LINE。いやそれはちょっと、え、やめてほしいですか。はい、あ、分かりました。分かりました。ありがとうございます。また LINE しますね。お待たせ。今日暑いね。暑いね。え、いや、今日デートの約束。え、違います？いや、友達来るんで。ああ。いや、友達来るんで。ああ、本当ですか。まあ、というのは冗談なんですけど、めちゃめちゃタイプで超えちゃって、あの、僕ちょっとそこら辺座ってたんですけど、あ、そうなんですか。ちょっと見かけて、はい、あのめちゃくちゃタイプだったんで声が出たんですけど、ありがとうございます。これからあれですか、友達とカフェですか。あ、そうです、いいっすね。何人ですか、2人ですか、まだ来ないんですよね。うん、あとちょっとで来る、いいっすね。男ではないですね。男ではないですね。まあ彼氏だったらよかったので、はい、確かに、はい、なるほど。でも本当にもうこれ声かけないともう後悔するなと思って声かけちゃったんで。すごいすね、そうですか。いや、はい、なかなかここに来る人いないです。あ、本当ですか。いやいや、もう絶好の位置だなと思って。俺のためにこう用意されてるのかなと思って来ちゃったんですけど、はい。そういうことなんですね。そう、はい、大丈夫ですか。あ、僕あの一人なんで、ぼっちなんで、ぼっちで来てるんで、はい、はい。ちょっとよかったらLINE交換してくれないかなと思って。彼氏います？いや、いないですけど。はい。いや、いないならいいじゃないですか。はい、知りたいんですか。いや、もう本当に後悔したくないんで、はい、でももし、なんかそのなんか気持ち悪い LINE とか来たらもう速攻ブロックしてください。あ、はい、マルチとかでもないんで。マルチじゃないですか、はい、いや、マルチこんなガンガン来るんですかね。いや、来ないでしょ、はい、なんかいそうじゃないですか詐欺とか詐欺っぽいね、詐欺師っぽいよね、うん、確かに。まあ、そういうライン来たら速攻ブロックしてください。でも本当に普通にマジでタイプで、はい、ちょっとあの遠くから見て、いや本当綺麗だなと思って声がやったんで、はい、ちょっとラインいいっすか。わかりました。はい、勇気です。さん、はい、あす、あれですね、はい、あやこさん、はい、あやこさんよろしくお願いします。はい、じゃあ今度デートしましょう、じゃあまた、はい、はい、あ、すいません、すいません、すいません、すみません、怪しいもんなんですけど、ちょっといいですか、ちょっとめちゃくちゃタイプで超えちゃったんですけど、今あれですね、買い物中とかですよね。いや、普通に帰るって。あ、帰るとこですか。用事があるんで。あ、そうなんですか。僕も今
僕今パーソナルトレーナーやってて28歳なんですけど、これからまたパーソナルジムに仕事行くんですけど、それ歩いててこれで声かけになったら後悔するなと思って声かけしちゃったんですけど、あれですか、もう帰るってことですか？そうですね、ちょっと用事があって、ああ、なるほど。ちょっともしよかったら LINE 交換してほしいなと思って。はい、全然いいですけど。いいですか？ちょ本当にタイプで、すいません、ありがとうございます。全然そんな、はい、そんなおしゃれしてないですけど。マジですか？これで日焼け対策みたいな。あ、よく表参道いるんですか？いや、まあ、たまにかな。僕も職場近いんで。パーソナルトレーナー？はい。すごい、体鍛えたい。本当ですか？あ、できました。僕、ゆうきって言うんで。あ、おしのぞみで、はい、のぞみさん。はい、ですね。年上ですけど大丈夫ですか？あ、全然僕、年齢とかあんま気にしないんで、気にしないっていうか、ただの数字なんで。はい、そうじゃないですか。はい。はい、普通にマジでタイプだなと思って、はい、ありがたい、はい、土日休みとかですか？うん、そうですね。あ、そしたらいいっすね、僕も合いそうっす、はい、なんかいろいろ教えてください。いやいやいや、逆に教えてください。情報が全然ないんで。あ、本当ですか、わかりました。じゃあ今度デートしましょう。はい、ありがとうございます、また。はい、はい、excuse me? Yes? I just wanna say 日本語喋れますか？喋れますか？本当ですか？ちょっとあなたは僕のめちゃくちゃタイプですね。はい。めちゃくちゃ、いや、ナンパじゃないです。あのタイプ。まだナンパしないですね。はい。まだナンパしないですね。タイプだってことを伝えただけ。はい。どうもありがとうございます。今買い物中ですか？今から、はい。ああ、いいっすね。何買うんですか？会社にちょっと一回戻らないといけないので。ああ、仕事っすね。はい。あ、なるほど。お休みなんですけど、ちょっと会社に行かないといけないので。あ、そうなんですね。あ、いいっすね、いいっすね。僕これから仕事で。まあ、ちょっとでもこれちょっと声かけないとやばいなと思って声かけちゃったんですけど、ちょっとよかったら LINE 交換してくれませんか？わかりました。はい、すいません。私東京の人間じゃないんですよ。どこですか？愛知です。ああ、全然近いっすね。2時間ぐらいでしょ？あ、2時間ぐらいで、はい、全然そんなの愛乗り越えますよ。いいんですか？はい、デート行きましょう。愛知に来てくれるんですか？もちろん。これです、マリナさん。マリナです。僕ユウキって言うんで、ユウキ、ユウキさん、はい、はい、また LINE します。はい、暑いですね。暑いですね。また気をつけて。はい、またね。ありがとうございます。ということで、いかがだったでしょうか。500人切りナンパ師の声かけ大公開という動画でした。そして2万人以上の方が登録してくれている私の公式 LINE では、私がブスでコミュ障の恋愛初心者からたった1年で300人以上の美女と関係を持つことができた恋愛手法、これまで私が指導した2000人以上の声トレ大学の生徒が彼女セフレを作った方法を配信していて、恋活を継続できてやりきれる環境を用意しています。そして公式 LINE 登録者2万人、 YouTube 登録者3万人突破を記念して、作成費用500万円以上、作成期間1年、チャンネル開設から約2年の努力の結晶を元に制作した動画教材、恋トレ式非常識な恋愛手法 2.0 を無料でプレゼントしています。約5時間を超える動画教材で、文字数にすると約15万字のボリュームの男の恋愛の全てを攻略した教材になっております。プレゼントの内容は、彼女セフレを量産する恋トレ式ルーティン、唯一無二のモテ用になるためのマインドセット、簡単にシックスパックを実現させる食事、筋トレ法、 99% の男が勘違いしている清潔感、待ち合わせた瞬間に食いつきを上げるファッション、9割が知らない本当にモテる男の髪型、薄毛を改善する裏技、人生を変えるメンズ美容整形ノウハウ、劇的に肌質を改善する美容治療ノウハウ、女との出会いを量産する方法、マッチングアプリ攻略法 2.0、 ストリートナンパへ得のロードマップ、女の食いつきを上げる LINE 手法、デートを成功に導く店の選び方、最短でお持ち帰りを実現するデートの台本、会話を盛り上げる極秘会話術、セックスを確定させる魅惑のボディタッチ、女を釘付けにするデート中の所作振る舞い、自動的にホテルインを実現するお持ち帰り方法、女を沼らせるセックスの仕方、長く関係を継続させる方法、女を猛烈に依存させる犯罪級恋愛テクニック、これら19個の特典を無料でプレゼントしています。恋トレ式非常識な恋愛手法 2.0 の教材を無料で受け取って人生を変えたい方は、期間限定配信ですので、消えてしまう前に今すぐこの動画下の概要欄の方から公式 LINE を追加してプレゼントを受け取ってください。この教材以外にも、私の公式 LINE ではこのような突発的なプレゼント企画や、恋トレ大学生徒の実績、表では公表できない極秘恋愛テクを発信しているメルマガやブログも、私の公式 LINE から閲覧することができるので、ぜひ今のうちに公式 LINE を追加しておいてください。すべて完全無料です。ということで、今回も最後まで見ていただきたいと思います。
ていただきましてありがとうございました。もしこの動画が少しでもためになったと思ってくれた方はコメント欄に感想やいいねをよろしくお願いします。次回も役に立つ恋愛スキルを配信してきますので、ぜひチャンネル登録とベルマークのクリックをよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。